それでは最後に片付け方をご紹介して終わりにしたいと思います。片付け方もこのルールブックの中に書いてあります。このように片付けるとマス目びっしり埋めてきれいに片付けることができます。やってみます。できました。この片付けも、娘は、宿泊することが多かったので、片付けをしている時にも、知育に役立つのではないかと、思います。それでは、片美濃の、ご紹介を終わりにします。ありがとうございました。